パンをおしゃれに美味しく写真撮影をしたいあなたのために、私なりの考え方をお話しさせていただいております。今回は網ではなくていろんな道具を使って撮影してみるです。2枚木のボードを用意させていただきました。どちらも、まあ、私木工もやっているので手作りでございます。で、次にじゃあ左にあるスリムなボードにこのシナモンロールを乗せて写真撮影をしてみたいと思います。こちらはですね、チシャという木なんですね。九州に生えている木なんですよ。木目がとっても可愛らしくて大好きです大胆なところもあり細かいところもあります。さあ、じゃあシナモンロールさんを置くとどうなるのか、次回へ続きます。